朝で作られた建築用ブロックヘンプクリートとは、サのクズと石灰の混合物で、建築材料や建築用断熱材に用いられる。市場における名称に、ヘンプクリート、カナバイト、コナスモス、イサーキャンバーがある。ヘンプクリートは、従来の石灰混合より作業しやすく、また断熱材や調湿建材となる。コンクリートのもろ性がないため、エキスパンションジョイントが不要である。 2014年、アメリカの農業法は、精神に作用する成分を含まない品種の栽培を許可した典型的な圧縮強度が約1インパで、住宅品質のコンクリートの約20分の1である。ヘンプクリートの壁は、建築構造において、延直荷重を支える他の素材の骨組みと共に用いられなければならない。ヘンプクリートの密度は、従来のコンクリートの15%です。 ヘンプは成長中に大気から CO2 を吸収するため、ヘンプクリートはカーボンネガティブである。他の植物と同様、朝の農産物は成長しに酸化炭素ガスを吸収し、炭素を保持し酸素を放出する。理論的には、ヘンプクリート壁1立方メートルにつき、数十年にわたって最大1 6 5キログラムの炭素を吸収し、閉じ込める。ありがとうございます。